やってみる、やってみる。これ本当にまずバレたらもうね、一枚ないで。せや！おぉ！はすけてみます、こんな割れてたら。板を用意していただきました。板っていうか、普通にめっちゃ普通の板なんですけど、これ割れるんですか？ちょっと僕やってみていいですか？これ、はい、これ本当にちょっと僕初めてやるんですけど、これ割れたらどうするの？割れたら拍手です。やりますよ、本当に。マジでいきます、マジで。本当に人を殴ったことだから。やります。やあ切れてるし。というわけで、これちょっと本当に痛いんですよ。普通の本当にマジで普通の硬い板で、りょうちゃんこれちょっとマジでやってみて。本当に、はい、やってみて、やってみて。これ本当にマジで割れたらもうね、一枚ないんで。よし、リサ気合いで、せいやーって。せいや。やっと。いきますか。はい。せいや。せいやって。せいや。はい、せやおぉうそだ、マジか。いやいや、これちょっと見てください、マジで参りますよ、これ本当にすごい。これはどう、キョウ先生、これどう、どうなるか教えることないんですか？でもこれ本当に今初めてだったんです。人生初でしょ。人生初で歌割り2枚するって初めて見たくなります。私も初めて。今日見せたら3枚割れる、はい、3枚割れるんで、ちょっとじゃあ3枚、はい、やってみましょう。さすがにね、3枚、いや3枚って言うと結構分厚いですよ。めっちゃ1枚が 1.5 センチなので、でもほんと 4.5 センチ、うん、いやめちゃくちゃ厚いっすよ。これ割っちゃっていいんですか？もちろん。いきますね、はい。清田先生から初めていただきました。この割り方初めてですよ。じゃあこれを清田先生の3枚バシッとやってもらって、ちょっとお手本見せてもらいましょうか。はい、じゃあサポート役として入門生の花塩さんに来ていただきました。よろしくお願いします。 これは ここで割るんですか？宇宙の主光剣というここで板を割ります。主光剣、はい。すげえ。3枚いっちゃいましたね。いきました。すげえ。気合い、気迫めちゃくちゃありますね。すごいですね。はい、気合いで割るようになってしまった。はい。これ、みおちゃんもさっき割ったんですけど、はい、主攻剣はみおちゃんもいけるんですか？いや、今は難しいかもしれないですけど、1枚ならもしかしたらいけるかもしれないですね。今日普通のパンチよりはこの リスクが高い、痛いんですか？割りにくいですね、飛行剣は。新鮮に、レイ。はい、お互いに、レイ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあみおちゃん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？痛い、いきなり2枚割っちゃったけどね。こんなもんかせいないと思うよ。やっちゃいましたね。それまでぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃあまた次回のまたま TV でお会いしましょう。はい、せーの、ヨブリンサビラー。